懐かしの文化をと頑張ってまいりました。昔高校の皆さん、日本のお祭り、確かな総裁選に参加いただき、本当に感謝申し上げます。サンタのはじめ、近隣近県から派生参じた大勢の神輿の方々、そしてまた会の皆様方に心より御礼を申し上げます。すでに過去越しの後人の神事担ぎ手のお祓いは済んでおりますので、宮出しの式典に入ります。まず最初に氏子商談会課長原島さんよりご挨拶をいただきます。皆さん大きな拍手でよろしく。皆さんこんにちは。松戸商談会の会長の原島です。まず司会者から私がありました、沢祭り実行委員会の事務をやっております。例年の通り皆さん方にはスワビーチャの例大祭に宮入り宮出しの日に帰りまして一覧になっております。今日はちょうど振り越しの担ぐいい日和だと思います。宮出しが無事に厳粛の中、粛々と立川の町を歩き、そして諏訪御神さんのご神徳をいただいて、より良い、住みよい立川の町を開き、には皆さん方の若いエネルギーと、この例大祭のお祭りを持っていただいて、夏です、祭りです、神輿です、皆さんの神輿。一つ頑張って出会いに来ることを心からお待ちしまして挨拶になります。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。続きまして、各町内会を代表いたしまして、自治連の万田会長よりご挨拶をいただきます。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました立川市自治会連合会の会長の万田でございます。本日は大神輿の連合参与がこのように大勢の皆様のご参加によりまして盛大に開催ができますこと、本当に心からお祝いとお喜びを申し上げます。また日頃から当連合会にそして与党の時に大変ご協力をいただいたことに対しましてこの場をお借りいたしましてお礼を申し上げます。この御神輿、毎年市民の皆様に感動を与えて、ですね、勇壮な御神輿で、ございます。今日も楽しい祭りになりますよう皆様のご協力をお願いをして、簡単ではございますがご挨拶に返させていただきます。本日誠におめでとうございます。今年も市内の神社を内子総代会の皆さん方がお祝いに派手参じております。まず最初に安住天神の佐野会長さんをはじめ役員の皆さん方どうぞ壇上の前の方へ。ただいまご紹介をいただきました安住天神社の総代会会長の佐野でございます。本日は、ちょうどいい天候に恵まれ、この神輿を持って、立川の皆さんの絆の原点となる神輿でございます。どうか皆さん、無事で、宮出し宮入りを過ごさせていただきますこと祈念をいたしまして、花田簡単でございますけれどもご挨拶をいたします。どうもおめでとうございます。なお、責任役員の田中さん、同じく責任役員の川上さんでございます。3名でお邪魔しています。よろしくお願いいたします。はい、どうも会長さんはじめ役員の皆さんありがとうございました。続きまして久米郎神社の氏子総代を代表いたしまして、三河の会長さん、そしてまた役員の皆さん方です。ただいまご紹介いただきました熊野神社氏子総代会の三河でございます。本日は諏訪神社の例大祭がこのように盛大に開講できましたことに
総裁、そして副会長です。石川副会長、井上副会長、今日はおめでとうございます。それでは続きまして、先ほど会長からご挨拶をいただきましたけれども、地元諏訪神社の内子総代の皆さん方、役員の皆さん方をご紹介をいたします。では会長、では紹介のみさせていただきます。立川諏訪神社の、副会長をしております青木さんです。続きまして、吉村さんです。責任役員の渡辺さんです。責任役員の笹本さんです。以上でございます。よろしくお願いします。以上、各神社、そしてまた地元の神社の内子総代会の役員の皆様とご紹介を終わりたいと思います。それでは、いよいよ宮崎に対しましての反転授与を執り行います。反転授与は、まず会長さんからのご挨拶、そしてまた各会の皆さん方のご紹介をさせていただきます。それが終了し次第、内子総代の会長さんから立川みこし連合会の高橋会長に反転の授与を執り行います。それではまず会長さんからご挨拶をいただきたいと思います。はい、それでは私の方からご紹介をさせていただきます。立川花睦の石田君でございます。立川諏訪地方会の高井会長です。最新連合東都新物の会長さん、木村さんです。江戸みこし保存会破れ傘の中島会長さんです。芝中法連の高柳会長さんです。錦三好会の会長、塚原さんです。皆さん、各会の会長しかと見てください。今日はいい顔をしております。よろしくお願いを申し上げます。それでは会長、反転授与に入ります。よろしくどうぞ。内子総代の会長さん、原島さんもよろしくどうぞお願いします。それでは宮入り宮崎、十分に気をつけまして事故のないように宮入りをさせていただくとお願い申し上げまして、反転の授与させていただきます。はい、無事に反転授与を終了しました。大きな拍手。これをもちまして、立川みこし連合会、会長さんが諏訪の大神の お守りを受けまして、堂々と先頭を切ってまいりますので、 ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。それでは立川みこし連合会の会長さんからご挨拶、またよろしくお願いを申し上げます。立川みこし会の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は諏訪例大祭にお集まりいただき誠にありがとうございます。これから宮田市を行いますが、みこし投与中は一切トラブル、また怪我のないよう、一つ最後まで盛大によろしくお願いいたします。どうぞお願いします。はい、それではみこしを上げますので、各会の会長さん、どうぞおみこしの方へお戻りください。そしてまた壇上に上がっていただきました役員の皆さん方、本当にありがとうございました。ここから見ていただいた方が